いや、ありがとうございますよね。ああ、なんか血が巡ってくるような感じだ。すごい。さすがに雨降ったら上がります。今日もぼか、明日もぼか、毎日ぼだ、はあ、先日もぼ、今日もぼ、ぼぼぼぼぼぼぼ、うん？なんだろう。当たり？なんか当たりじゃないような気がするわ、ほっとこ。寒い。雪だ。食べないですかね。
ね、コリフをやめて、もう、けど、そうだと沈んでいかないよな。さすがに触ってるような気がするんだけどな。翻弄されるかな、多分上で流れがあるんだろうな。グッと持っていくようなあれじゃないかな。生物的なあれではないよ。なんか、風が冷たい。さすがにこの手袋だと限界が あったけ。ようやく冬って感じだけど、マイナス20度だったら北海道の人ってあったかいって言うんだろうね、これぐらいは。
日は家でのんびりドッキリコングやるのがいいかな。すぎる。寒いな。やばいな、これ本格的になってきそうだな。夏は耐えられるけど、人間ウォータープルーフだから。人間耐えられる 低温の限界ってあるからな。まあ、まあね、これをやると糸が切れる。勝利弾を落ちていってな。それが重さがないから、きっちりなんか浮き止めとかつけてやらないと厳しいんかな。その辺いないですかね。うわー、マジかマジか、めっちゃ降ってきてんじゃん。やべえ、人間引き際がなんてやろって言うから、それがそう今かもしれない。あー、けどなんか綺麗だ、絵になるな、この枯れ木とそれに舞う雪、風情がある。いないね。根がかる危険性がある。あの辺でお風呂も入れないんだけどね。あ、よいしょ。うほほほほほほ。うほほ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 ほ。お王さん。おー、すごい。ああ、こんなに降るって珍しいなと思って。まあ積もることはあるけどな。多分綺麗だね。ちょっと写真撮ろう。